はい、どうも、こんにちは。チームオチャイス。ブラックです。ということで、今回も全員フットボールに宣言したアプリもやっていこうと思うんですが、今回はですね、フォワードガチャかな。今回もですね、当たりランキングをまず最初に紹介して、その後ガチャ引いていきたいと思うんですけど、今回の当たりランキングはね、一応5名ですね、トップ5やっていければなというふうに思います。このガチャ、一貫して言えるのが、はい、ちょっと渋め？強化幅がね、だいぶ渋いんで、なんかね、ディフェンダーの時もミッドフィーダーの時も言ったんだけど、もう突き抜けてる感じがもうちょっと欲しかったなって感じありますけどね。ということで、まず第5位からですね、第5位こちらの選手ということで、ニャブリですね。21レベルまで上がるということで、ここもちょっとしょぶいよね。25レベルぐらいまでね、行ってほしいなって感じはするんですけど、ニャブリっていうとね、バイルンパックかな。だいぶ古いんですけど、バイルンパックの方で一回収録されてるぐらいなんですよ。ただそのバイルンパックと比べると、若干バイルンパックの方が強いんですよ、ね。まさかの、ね。能力見ると。ただニャブリ自体が、やっぱりかなり使用感いい選手になっていて、結構おもちゃ TV もですね、右ミッド、右ウィングとかで使ってたりしてたんで、使用感はかなりいいんで、多分ね、そこまではただ変わらないと思うんですよ、能力もちょっとなんでね。普通に使用感自体いい選手なんで、まあコンディションのね、波は普通なんで、C 環境だと若干厳しいんだけど、ただこの選手が B とか A で、ニャブリって結構ね、B とか A になってたあれがあるんで、普通に B とか A だったらガチスカに割り込んでくるぐらい、マジでボールめちゃくちゃ持ちやすい選手なんで、結構おすすめ。ほんと始めた人とかは、にかなりね、使ってほしい選手かなっていうふうに思います。はい。そして第4位、ジョアン・フェリックスですね。で、ジョアン・フェリックスに関しても、ブルーのパックかな ?1500 円の。あれに入ってるフェリックスが、まあ、めちゃくちゃ強いんだよね。で、その次ぐらい、ただ、あれはやっぱり1500円払ってゲットするっていうパックなんで、まあ、フェリックスと比べてちょっとかわいそうなんだけど、だいぶ落ちちゃうんだけど、ジョアン・フェリックス自体が結構いいフットボールになってから、使ってる人は結構オンラインで見ますね。このフェリックスのこの足元の数値、で、この動きの軽さ、で、スルーパスとかも出していける、ワンタッチもあって、ダブルタッチルーレットとかね、持ち物のスキルとかもいいし、逆足の精度も最高高いなんで、かなりボールもこねやすいみたいな感じで、1500円のパック買わなかった人とかからすれば結構当たりなんじゃないかなっていう風に思いますね。はい。そして第3位、プリシッチですね。プリシッチは何気多分初なのかな。で、26レベルですね。この中だと結構育つ方の選手になってるんですけど、普通に足ちょっぱやみたいな感じですね。スピードが90あって、瞬発95あって、ボールコントロールからボールキッパーでも86、88、85。で、まあ決定力も最低限75あって、これだけだったら波の選手なんですけど、ここにスーパーサブとね、ダブルタッチってところ入ってくるんで、普通に強いスーパーサブ。ただやれる範囲は左ウィング、右ウィングって限られるんですけど、今のこの環境ね、ほんとサイドアタックの爆速選手がめちゃくちゃ強いということで、この選手がね、ほんと後半から入ってきたら多分めちゃくちゃ速いんで、引っ掛け回すんじゃないかなってぐらい強力な能力はしてるんですけど、まあコンディション並み普通だけど、まあ1枚ね、ほんと3トップ使ってる方とかだったらベンチにいといて後半から使うってね、両ウィングできるのもかなりいいところかなっていうふうに思いますね。まあスパサブ枠としてね、1枚欲しい感じはあるね。はい。そして、第2位、ソン・フンミンということで、ソン・フンミンもね、レベル上限が19ということで、25レベルぐらいいったら面白かったなって感じなんですけど、まあ、ソン・フンミンかなりね、たびたび来ていて、フェイスガードのソン・フンミン来ていますし、その前には、スパサブのついたソン・フンミンが来てたりとか、結構、ソン・フンミンって数多く来てるんですけど、そのソン・フンミンと比べると、今回のソン・フンミンは、ただあれは周回 1P で来てるんで、最初からレベルマックスなんですよ。こっちのソン・フンミンは、一応やっぱポイントを自分好みに育成できるっていうところが、やっぱりいいのかなっていうので、まあ、今回評価した。ただ、スパサバがついてるか、スルーパスがついてるっていうのは、週刊 1P のね、スペシャル1で来てるソン・フンミンっていうのもかなり魅力的なんだけど、ただやっぱり向こうの方はね、ちょっと足元の数値があんまり振られてなかったりとかするんで、自分好みに育成できるって点では、まあ、こっちのソン・フンミンでもいいのかなっていう。で、またアプデ後以降はね、最高になってるんで、まあ、ここら辺も評価するところなのか。で、ソン・フンミンはソン・フンミンでめちゃくちゃ今の環境すごい強い選手なんで、第2位なのかなっていう気がしますね。はい。そして第1位はですね、パブロ・サラビアということで、結構いい選手だなっていうふうに思いましたね。まずですね、チャンスメーカーで、まあ、中盤ね、結構右も左もできて、まあ、ウィング前できる選手なんですけど、能力のバランスがまずめちゃくちゃいいですね。ボールコントロールからボールキープすべて86です、ね。かなりここら辺高いですね。オフェンスもしっかり80超えて、グランドパスもしっかり80あって、決定力77あって、スピード瞬発も80以上超えてきて、ボディワラに関しても85以上持ってるとかかなりですね。ダブルタッチ持ってて、で、ワンタッチシュート、で、スルーパスっていうね。中盤の選手に欲しいスキルが結構ついて
てるんですよね、うん、個人的にワンパよりも中盤の選手っていうのはスルーパスついてる方がいいなと思うし、それでしっかりねワンタッチシュートまでついてるんで、まあ、ワンタッチシュート打つ場面も結構多いんで、まあ、ここも評価するべきところなのかな。でしかもですねコンディションの波も小さいということで、個人的にはね前半から使うっていうよりかは後半からこういうサラビアみたいな選手を出して使った方がいいんじゃないかなって、まあ、今の本当にあの環境に合ってる選手でもあるんで、ボールもこねやすくそれなりに足速くてでワンシュー持ってたりするパスっていうのは、でミドルシュートとかドロップとかもまだ持ってるんで、あ多分インパクトも結構強いねシュート飛ばせるっていうことは、まあ、サラビアなのかなっていう、あの1回も登場しないっていうね、うん、初登場なんですよねっていう意味でも、まあ、今回1位で、ね、サラビア評価したんですけど、今回のガチャに関してはですね本当に始めた人、まあ、このワールドカップ期間で始めた人とか、イーフトの復帰勢の方っていうのはこのガチャね引いてもいいと思うんですけど、結構やってる人とかイーフト初期からやってる人っていうのは被ってる選手もかなりいるんですよね。無理にねこのガチャに300円コインね使うっていうよりかは、まあ、今週来るね週間 EP だね、そっちの方が多分結構熱くなってると思うんで、そっちにね、まあ、取っとくっていうのがまあ一番賢い考え方なのかなっていうふうには思うんですけど、おもちゃ TV はですね3回最後引いていきましょう。はい、ということでガチャ引いていくんですけど、外れちゃった選手ですね、まずレバンドスキー、まあ、ちょっと一言言えていければなと思うんですけど、レバンドスキーに関してはバルセロナのパック、そして週刊 FP のレバンドスキーが出てるんですけど、まあ、そっちと比べて明らかにこれ介護感になっちゃうんで、まあ、ちょっとねっていうところと、あとはレバンドスキー自体が今のこのイーグルトプロアプリですね、このアプリの環境だと、まあ、そこまでやっぱりこの選手が見かけないというか全く見ないんですよね。個人的にはねちょっと重いかなっていう、今のあの仕様的にはねちょっと合わないかなっていう選手なんで、家庭用版などでちらほら使われてるのかもしれない、家庭用版多いですねやっぱり使ってる人、まあ、ただゲーム性がちょっと違うんでね。グリーリッシュ、この選手もまあかなりねあのいい選手なんですけど、25レベルということで、まあ、この中だと結構あの上がるんですけど、レベル自体はだからこれもですね週間 EP のグリーリッシュが来ていて、週間 EP のグリーリッシュがワンシューついてるんですよね。ワンシューついてれば、まあ、グリーリッシュかなりいいかなと思うんですけど、まあ、この能力とかだとぶっちゃけ、まあ、今のね環境かなり、まあ、こういった能力の選手多いんで、はい、そしてヌシーリですね、まあ、結構今大会活躍してますけど、ヌシーリも全体的に能力を見ると今のセンターフォワード環境だと若干厳しい能力なのかな、まあ、これだとちょっと違う選手使えばいいかなということで、今回一応3回、ね、引いていきましょう、まあ、個人的にはパブロ・サラビアが来ればもういいかなっていう感じです。撤退、まあ、それか、使い方としては星5トレーナー、そうだね星5トレーナーっていうのが、まあ、1万トレーナーか、そうだねになるあります、まあ、星5が来れば、ただまあちょっと渋いな、ただねやっぱりもうちょい強化幅25レベルぐらいまで上げてくれればいいんだけどっていうところでヌシーリですね、はいはい、まあ、空中戦が結構強い選手なんで、まあ、ハマる人にはハマるんだろうね、やっぱりあのクロスとか結構上げる人とかだと多分ヌシーリみたいな選手はハマるけど、まあ、あんまり別にクロス上げないからなっていうところで、ね、パブロ・サラビアが来れば結構いい、はい、サラビアは本当ワールドカップでね、PK のあれで出てきて外したってイメージがめっちゃ強く残ってる、ね、ただウイデーってかイフトだと結構魅力的で、おパブロ・サラビア来た、マジか2回目で来ちゃったな、まあでも一応最後まで引くか、うん、1回で、ね、俺個人的にソン・フンミンちょっと欲しいんだよね、あの偏らせて育成したいから、やっぱりまあそうだね、習慣なんだよね、だから確かに習慣のスルーパースパサブのソン・フンミンって優秀なんだけど、偏らせる育成はできないから習慣はね、もう育っちゃってるんで、まあ、スパサブだと前半から使うともったいないんで出てくるしね、だからなんかね偏らせて育成したいんで、その意味が欲しいですね、え来たでしょ、あいやニャブリかい、いやニャブリ結構嬉しいな、